身の浜田伊豆の神景隆を取り上げた時、高畑の一本柳に浜田氏がいたことを紹介しました。満腹寺には浜田景隆の子孫景俊の碑があるというので、それを確認したく満腹寺を訪ねてみます。この辺り一本柳地区ですね。満腹寺はそろそろのはず。着きました。この左手です。高畑の一本柳は浜田博介記念館のあるところ、満腹寺の近くには浜田漢詩もあるということです。今回は浜田漢詩もちょっと歩いてみます。土塁の跡が残っているらしいのです。道路から満腹寺に進みます。この右手の碑石、何か関係あるのでしょうか。結局よくわからなかったので先に進みます。実は何か案内があることを期待していったのですが、何も案内がなく、この時は目的の碑を見逃しました。その碑は間もなく右手に登場します。これです。一本柳満腹寺境内参道、橋の手前右側に高さ40cmの凝灰岩の台座に高さ150cmの同じく凝灰岩の集音碑がある。正面に学王景俊碑と記されている。景俊とは浜田要造のことであり、第15代浜田大和景隆氏か伊達と共に和出山に移り知っとき、一本柳に残留した浜田氏一族の子孫であるという。人格高潔、学識豊かにして104人の弟子を共同して安政6年185911月10日死去、51歳。この時気づかずに素通りしていたのです。後で調べて動画を見返して気づきました。最初の碑石は写真まで撮ったのに。満腹寺です。浜田博介の歌碑もあります。里延べのわらべら我を知らねども、わらべに我は声かけていく。桜が綺麗でした。そして道の向かいに案内板を発見。浜田伊豆の神景隆はここに住んでいたのですね。浜田博介はやはり浜田一族の末裔でした。浜田館の方も散策してみました。浜田家の家らしいものもあったのですが、普通の個人宅のようだったので撮っていません。この先は北の出入り口があったようです。北の出入り口あたりに土塁の跡があるらしいです。なんか歴史を感じますね。この神社がある小高いところ、これが土塁の一部らしいです。
回は浜田氏の館跡でもある高畑の一本柳を訪ねました。浜田博助が伊達家臣の浜田伊豆の神の末裔だと分かって、それも予期せぬ収穫でした。ご覧いただきありがとうございました。